マスオゲームズでーす。はい、今日はですね、こちらクラッシュオブキングスというゲームやっていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。めちゃくちゃね、綺麗なこういうお城、これ実は僕のお城なんです。はい、お城だったりこういう街だったりね、なかなかいろいろなね、世界がこのように広がっています。はい、でね、このゲームね、どういうゲームかというのをね、簡単にご説明いたしますと、多人数同時参戦型戦略 MMORPG ということでですね、非常にね、わかりづらいかもしれないですけど、まあ簡単に言うと、国を作れる。はい、今見せてるこの国、実はね、僕の国なんです。はい、僕の国。立派でしょ？すごい、僕の国なんです、これ。はい、そしてもう一つ、その国を作って戦争ができるというね、そういうゲームなんです。クラッシュオブキングスですからね、キング、国王になってね、戦争ができて、まあそういうゲームなんですけどね。はい、ではね、実際にね、いろいろ説明する前にね、他の国とね、ちょっと戦ってみましょう。はい、ということでね、こちら真ん中にね、守城っていうのがあるんですけど、こちらがね、僕のお城ですね。ちょっとね、まだちょっとチープな感じですね。はい、で、この世界にはいろんな、ほらこういう風にですね、いろんな方々、全世界のプレイヤーの方々がね、このようにね、います。これ、このお城、僕よりね、すごく立派なお城ですけど、こういう風にね、いろんなね、方々がやっていたりとかあるんですけど、ちょっと一回攻めてみましょう。はい、こちらこのエンパイアなんとかっていう人ですね。こちら一度偵察、ちょっと偵察してみましょう。でね、偵察が成功したので、こちらのね、メールっていうところから、こちらの偵察の情報を見てみます。するとね、食料木材などがね、どのぐらい持ってるかっていうのがね、全部チェックできて、攻めるかどうかなどなどを、ね、考えることができます。ということでね、一回攻めてみましょう。攻撃で、これがね、僕と、持ってる、こうね、兵なんですけど、もうね、全員でいっちゃいましょう。攻撃。はい、そうすると、こちらまで、あと1分で、僕たちの兵がね、到着します。で、1分経って到着してから、戦争がね、始まるということなんですけどね、しばしお待ちください。はい、ということで、あと3秒でね、僕の攻撃が始まります。イエーイ、終了。お、ゴー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 、いけ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 、僕がね、今攻撃しています。このエンパイアさんに攻撃しております。お、そして今ね、帰ってきていますね。はい、今の進軍軍隊がね、守城に戻りました。ではね、今の戦争報告を見ましょう。こちら、お、ポン、戦争勝利、やりました。マスオゲームズ勝利ですね。全然やられてない。で、今のね、戦争に勝利したんで、木材がね、1200、食料2400ゲットできました。まあね、詳細を見るとこのような形でーす。はい、ということでね、このように、全世界の誰かに攻め入ったりとか、逆にね、攻められて自分の主張を守ったりする、そういうゲームがクラッシュオブキングスなんです。でもね、これはクラッシュオブキングスの、ただね、戦争の部分だけね。はい、じゃあね、自分の国づくりっていう方をね、次は見てみましょう。はい、じゃじゃーん、先ほど見たこちらがね、僕のお城ですね。はい、ちなみにね、自分の今能力をこうご説明いたしますと、レベルは5、戦闘力8579、討伐数2046などなどね、こういったね、詳しい情報が書いてありまして、これがね、僕です。やたらダンディーでございます。まあね、この写真いろいろね、こういう風に変えられたりするんですけど、やっぱりね、僕はダンディズムを極めたいと思います。はい、でね、この方の写真でいきます。はい、ではね、街を見てみましょう。今ね、他のね、プレイヤーにね、攻撃を仕掛けた軍隊が僕らこちらです。はい、軍隊総数4444という形で、このようにね、たくさんいるんですけど、これもね、単純にね、簡単に集まるわけじゃなくて、自分たちで、そのね、軍をね、たくさんね、作らなきゃいけないんです。それがね、こちら。はい。ここに兵舎っていうところがあるんですけど、こちらでね、訓練っていうのを行うと、レベルに応じて、いろんなね、こういう兵をね、作ることができます。僕のレベルだと今ね、歩兵のね、2つ目
レベル2っていうんですかね、こちらはね訓練っていう風にすると、あと51分でまたね145人のね兵がねできます。こっちもちなみにできますんで、はい、こちらはね軽騎兵ということで、馬に乗った兵をねこういう風に訓練できます。でこの時に使うのがね木だったり、さっきゲットしたこの食料、こちらですね、これ小麦なんじゃないかな、こういうのをね自分で使って兵たちをこうねなんて言うんだろう、生む形になります。で兵を維持するにもこういうね食料が必要なんで、こういうのもゲットしなきゃいけません。で兵はね4つのところでね同時に作り上げることができまして、こちらポチッと押しますと、じゃじゃん、訓練完了ということで、こうほらこう下に行ってるんですよ、これ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 、こういう風にね今はねまた違う兵がね増えました。今のはね突撃者っていうね兵が増えましたね。さらにねこちらポチッと押すと、こちらはね超級兵っていうのかな、超級か級、弓矢弓道だからね、そうだね、弓矢の兵がこのように増えて、またこちらにねパッと並びます。はい、ということでねこちらに並んでるのはね僕の兵でございます。大事な大事な兵でございます。はい、でさっきもね言った通りね、こういうのを育てるためにはこちらでね食料をゲットしたり、伐採場でね木をゲットしたりなどなど、さらにね戦争で攻撃でね傷ついてしまった兵をね救護するためのねこちら治療室っていうのもありまして、ここでねこういう風に治療を行うことができます。まあ、全て治療にしましょうか、こういう風にして治療、こうするとね実はね治療できます。でこういう治療施設だったり、こういうなんていうのかな、伐採場、こちらの農場もね全て自分でね作り上げていくことになります。はいね、一からね自分の国を全て作っていくんでね、とってもねなんかワクワクしますね、作り上げていく過程は。はい、でその他にもこちらですね、こういうところにねいろんなアイテムを作ることができるこういうところだったりとか、ここだとね港でアイテム経験値だったりね、こういうのがもらえるところだったりとか、さらにねこういう監視塔、こういうところもねレベルアップできたりとか、さらにこちらではね研究所って言っていろんな資源をね調達する時のものだったり、都市、このねお城を開発する都市発展とかのそういうね研究をすることができるんですよ。研究することによってよりねいろんなことができるようになったりとか、まあねすごくねやり込み要素がねものすごくたくさんあるっていうねことなんですよ。鍛冶屋では装備も作ったりそういうことができますね。でこういういろんなその町のいろんなことをしていくと、こちらねお城、主城のレベルをアップすることができるようにだんだんなっていくということでね、まあ条件を全て満たすとレベル、このお城がレベルアップできます。まあ今レベル5なんですけど、まあここにね条件でね倉庫のレベルが5、城壁がレベル5になってないといけないということでね、はい、今できないのが分かりますでしょうか。でですよ、やっぱりねどうやって最初ねゲーム進めてったらいいか分からないじゃないですか。だからねここにね任務というものがありまして、このね推薦任務っていうのがね一番上にあるんですね。でこれをまずね行っていけば、だいたいしっかりとねゲームがね進んでいく。だからね迷うことないんですよね。で推薦任務、要塞をレベル4にアップ、まあこちらのね左下のねヒントっていうところもそれが出てるんですけど、要塞をレベル4にアップ、ここボタンを押しますとほらこのように自動で言ってくれる。でここを押すと、じゃじゃーん、実はね要塞もう作ってたんで、今要塞はレベル4に、今レベル3にアップしたのかな、はい。でさらにレベル4にアップします。でレベルアップで、こうするとあとね11分で要塞をレベルアップでできるんですけど、今回はですねこちらのコインを使って加速、すぐねレベルアップさせてしまいましょう。ポチッ、はい、じゃじゃーん、すると要塞がねレベルアップで、レベル4になったんで、こちらでね報酬っていうのがもらえます。で報酬ゲット、
次ね、透析工場をレベル4にアップということで、でこれもしてるんでレベルアップで、次は鍛冶屋をレベルアップということで、こういう風にねレベルアップ、はい、このようにね町を発展させていけば、ね、お城もレベルアップ、自分もねレベルアップしてって、すごくねいいお城がね作れるんです。でだんだんやり方覚えてきたらね、自分なりにねこう進めていけばいいんですけど、はい、という形でね進めていきます。ちなみにですね、右下にね同盟っていうのがあるんですけど、こちら同盟に加入してコインゲットとかねいろいろ書いてあるんですけど、これねいろんな人とね、いろんな人というか自分で同盟っていうのがね、世界中のプレイヤーと組めたりできるんです。でこの同盟を組むとですね、その戦争、攻撃を仕掛けたりとか攻撃を仕掛けられたりするときにね、とってもね有利な風に働いたりとか、街のねここをね発展させていくのにもすごくね有利働くんですね。だから同盟はね組んでた方がいいんですけど、まだ実は僕はね組んでないんです。はい、だからね同盟組んで進めていくのが一番いいと思われます。でね、そのね同盟を組むときはね、ゲームコミュニティのねロビーっていうのを使うと、こうねみんなでねチャットしながらワイワイねこう同盟について話したりとか、この進め方について話したりとか、いろんなヒントを得られるんで、そちらからね探すのがいいんじゃないかなと思われます。はい、ということでですね、こちらがねクラッシュオブキングスというねゲームですね。はい、では最後にですねもう一度ね誰かに攻撃を仕掛けたいと思います。お、誰かがすごく遠くからほらこの鉱石をこうね狙いに来てますね。おお、こっちはねいろんななんか攻めとかがいろいろあるみたいですね。お、こういう風にねリアルタイムでこう誰がどうやってるのかとかねすごくねわかります。ではね次、僕の城がねこちら主城って書いてあるんですけど、このね右下あたりにですね、はい、レベル5のねこちらお城があります。ここにちょっとね攻撃を仕掛けてみようかなと思います。ちなみにプロフィールを見ると戦闘力4319ということでね、僕よりね僕と同じ城のレベルですけど、僕の方がレベル高そうなんで、ちょっとねまたこちらに攻めたいと思います。攻撃、もうね全員で攻撃してしまえということで、マスオ軍団が今ね攻撃に向かっております。はい、ではあと10秒で攻撃相手のお城に到着します。そこから攻撃がスタートしますんで、ちょっとお待ちください。いけー、マスオ軍団、いけー、いけー、倒せー、倒してくれー、いけー、やられるな。お、これはこれはもしや、これね相手のお城燃えてるじゃないですか。これはもしやあれですね。はい、ということで戻ってきました。帰還、見事帰還しましたね。で今の戦いの結果をねちょっと見てみたいと思います。ではメールから戦争報告。お、勝ちましたね、勝利、戦争勃発地、軍隊攻撃などなどねちょっと書いてありますけど、マスオゲームズ討伐979、損失195ということでですね、木材を9705、食料も9705も取れました。でもね結構ね損失というか195食らってしまったのもあるみたいですね。うん、ちょっとやられちゃったキャラクターたちもいるんですけど、うん、見事にね勝利できました。よし、はい、でこのようにねどん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 自分の城を強くして、どん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 相手を攻めて、さらにどん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 街を発展させて、はい、そうやってねこのゲームクラッシュオブキングスではねすごい王様になるべくね頑張っていく、楽しんでいくゲームです。はい、ぜひね皆さんもね動画概要欄にダウンロードリンクあるんで、やってみたいなと思った方はぜひやってみてください。皆さんもねこちらのゲームでねすんごい王様になってみてはいかがでしょうか。レッツキングということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。